親愛なる妹へ、これが私の最後の言葉となるかもしれず、この手紙が届くことを切に祈る。私が自白を拒んだ罪を理由に役人より裁きが下された。先に死に伏した同志たちのように、私もこの独房の前に広がる中庭にて打ち首とされるであろう。私は死を恐れていない。喜んで死を迎えよう。この身が壊れようとも我が志が滅びることはないからだ。我が妹よ、これは終わりではない。我々の計画はこれからもお前と共に生き続けなければならない。だからこそ人との絆を築きなさい。そうして初めて我々の夢が実現するのだ。新たな夜明けはもう地平に広がっている。天が私を待っている。7年前に最初にこのゲームのことをこうイメージして、それをプレイして楽しんでもらえるかっていうことを考えた部分で、まあ多くのことが実際はゲームとして完成できてきてるかなっていう思ってるのは正直な気持ちで、やはりこのオープンワールドというかなり規模の大きな開発になってくると、まあいかにその安田が細かいところを見る、自分で見ると言っても見切れない、指示しきれない、フォローしきれないんで、これまではどちらかというと、まあ、チーム忍者の中で私がディレクターをやってそのチームで制作するっていう、まあ、そこは今回大きく変わらないんですけど、ディレクターを複数立てることで、まあ、より多くのメンバーの間で意思疎通を図ったりとか品質を保っていくっていう風にしていきたいということで、やっぱり規模に対して一人で回す量ではないとは思うので、そこはディレクター、安田の下のディレクターたちとの信頼関係っていうのも今まで以上に強固になってるのかなというふうに傍から見て思いました。その息だ、頼もしいな。すごく前のプロジェクトの後半からかなり安田さんが入ってくるようになったのもあって、仕事上のフィードバックを受ける機会とかが増えたんで、そこでちょっと安田さんの考え方とかを聞く機会も増えて、この人と一緒に仕事したいなっていうふうに思って、まあ、安田とはやっぱり俺がもうチーム忍者で忍者ガイデン2作ってる中で入ってきた新人だったんで、やっぱこの人すごいなっていう、まあ、年下なんだけど、で そういうふうなやり取りしていく中でやっぱり生まれてきた絆じゃないけど、やっぱり1話せば10分かるぐらいのとこまでやっぱり来たんで、まあ戦友であり盟友っていうことでずっと苦楽を共にした仲間ではありますね。で、まあ、あと彼の作るゲームのファンでもあります。日本通話もやりすぎてちょっと仕事に支障をきたしたぐらいずっとプレイしていますし、でもね、本当にその僕に話を持ってきた時点で安田君は本当にこういろんなプランニングをね、もう考えて資料をどっぷり持ってきて、なんかその溜め込んだ分の彼、まあ、チーム安田さんはじめ、ね、チームの情熱っていうのがすごくあって、素材とかそれまでにこう考え込んできたプランニングっていうのがものすごいこう蓄えられて、そしてまあ人をこう巻き込みながら映像を作っていくっていうところは、まあ、すごく個人的にも仕事をする上で大きな刺激をもらえて、まずイノンさんは、海外ですごく活躍されてる作曲家さんなんですけれども、すごくベテランの作曲家さんなんですけど、もう本当に我々のリクエストに対して真摯に前向きに取り組んでくださって、 It wasn't easy at the beginning. I really took upon myself to study Japanese music, study the scale, study the instruments. In fact, bought some of the instruments. And I can say that in the past 2 years, I really dove into this
amazing world of Japanese music. 最後の最後にオーケストラをロンドンで収録した時に、初めて対面でお会いすることができまして、その際にもすごく笑顔で迎えてくれたことがすごく印象的に残ってます。おまんとはもう親友みたいなもんじゃ。なんぞ困りよったらいつでも呼んでくれてええき。今回ライズ・オブ・ザ・ロニー、非常に大きなチームだし長い制作期間になりましたけど、実際でもなんかこの規模でやってるのが初めてなんですけど、なんかどっちも主張し合ってうまくぶつかり合っていいものになってるっていう気はすごいするっすよね。関わり始めて、そうですね、ちょうど私が開発に合流したタイミングで、プライベートなんですけど子供が生まれまして、だからもうその頃生まれた子供がもう3歳になってるぐらいすごい長い間関わってきて、徐々にちょっと仕事して出来上がってきて、あ、なんか最近すごいうまく動いてるっていう感じるタイミングが、この先さらにプレイヤーの皆さんにとって価値があるゲームを作っていく上で、すごくこのチーム忍者っていうチームが強くなってるなっていうのは実感してますし、この先さらに大きなタイトルだったり大きな挑戦だったりっていうことが目指せる状況かなっていうふうには感じてます。